悪夢はその時始まった。ガルバラン、炎を呼ぶその腕、山をも崩すその息、この地に石人のごとき悪魔が現れた。海は枯れ、大地はひび割れ、人々はただ逃げ惑うしかその術を持たなかった。しかし誰もが失意の底、自らの運命を呪い始めたちょうどその時、黄金の髪をなびかせ、一人の勇者が現れた。銀と青の瞳を持ったその勇者は、精霊の加護を受け、人でありながらもガルバランに劣らない力をその身に秘めていた。邪悪なる者、そして聖なる者、戦いは永劫に続くかのようであった。その激しさに天は裂け、地は轟き、その音は天空の星々にまで届くかと思われた。自らも傷つき、生と死の狭間をさまよいながらも、勇者はその度に立ち上がり、悪魔を追い詰めていった。そしてついに勇者は勝利を手に入れた。悪魔の魂は月と太陽、風と闇との封印によって長き眠りについたのである。かくしてこの地に再び平和が訪れた。もはや神話となってしまった遠い昔のことである。アドル、出発の前ってのはいいもんだな。上がってこいよ、そろそろ出航だぜ。
どうだい、アドル。ここはいい街だろう。ごめんなさい。バカ野郎、どこに目をつけて歩いてやがるんだ。あら、もしかしてあなたドキじゃない？お前、エレナか？すっかり見違えたぜ。ドキ、あなたはちっとも変わっていないのね。大きなお世話だ。そうそう、兄貴はどうしてる？元気かい？兄とはここ数ヶ月というもの会っていないの。私ちょっと急いでるから、また後でね。なんだよ、久しぶりの再会だっていうのに釣れないやつだな。アドル、俺は先に宿屋へ行ってるからな。いきなり奴らが襲ってきたんだ。責任者のエドガーが逃げ遅れている。早く助けに行かないと手遅れになっちまう。君は？そうか、行ってくれるか。今甲府のデューイが助けに入っているんだが、エドガーの消息はつかめないんだ。
なんだね君は。すぐにこの採石場から出て行ってもらおう。君のようなよそ者にむやみに立ち入られては困るのだよ。誰だお前は。こんなところで何をしている。どけ。ああ大丈夫だ。なんだいあいつは。責任者のエドガーさんが逃げ遅れてまだこの奥にいるんだよ。なんとか助けようとしたんだけど俺の力じゃ。君に倉庫の鍵を渡しておくよ。あそこにはここで掘り出された剣があるんだ。あの剣さえあればエドガーさんを助け出せる。
エドガーさん、我々のすることにこれ以上ちょっかいを出すのはやめてもらおう。君は自分たちのやっていることが分かっているのか。我々は愚か、君たちも奴の餌食になってしまうんだぞ。なんだ君は、まだこんなところにいたのか。ここは君の来るところではないと言ったはずだ。私の忠告を無視するのかね。私に向かって来るとはいいところだ。今回は見逃してやる。今度私の前にその姿を見せたら命はないと思いたまえ。君は私のために君を危険な目に遭わせてしまったな。さあ地上へ急ごう。すまないが肩を貸してくれ。アデュイ、私たちの採石場もこれで終わりだな。エドガーさん、君はアドル君と言ったね。こうしてエドガーさんに再び会えたことを本当に感謝してるよ。さあエドガーさんの無事を町のみんなに伝えてやってくれ。ちょうどいいところに来たな。お前に一つ頼みたいことがあるんだ。エレナ、今の話をもう一度してくれないか。今日初めて会ったあなたにこんな話をするなんてちょっと変かもしれないけど、実は兄のチェスターのことなんです。兄が突然家を出て行ってからもう半年が経ちます。マクガイア上司に仕えて何かやっているみたいなんだけど、流れてくるのは悪い噂だけ。兄がイルバーンズの遺跡にいるっていう噂を聞いて、私はそこへ行ってみたんです。遺跡には不気味なモンスターがうろついていた。私はそこで兄のペンダントが落ちているのを見つけたの。兄があそこに出入りしているのは確かなんです。今の話と関係があるかどうかわからないんだが、この町のピエールっていう神父が昨日遺跡に向かったまま戻ってこないらしいんだ。アドル、遺跡へピエールを探しに行ってくれないか。俺もこの町のこととなると放っておけないんだよ。そのついでと言っちゃなんだが、もしチェスターと出会ったらエレナが心配していたって伝えてやってほしいんだ。無理を言ってごめんなさい。まだ名前を言ってなかったわね。私はエレナ・ストダート。よろしく。Thank you.
ー。